週間に配信することができるんです。なんですが、ちょっとこの時間は家族といるとすごくあれなので、ちょっと15分だけ配信をさせていただきたいと思います。ちなみに今はすごく口が切れてて痛いので変な喋り方をしていますが、変な喋り方をしているのには理由があるということですね。明日はビッグワンガールズさんの発売記念ショールームをさせていただきます。岡本彩香ちゃん、野村美桜さん、野村美桜さん、岡本彩香ちゃん、エゴさん、川島美晴の順番で配信をさせていただきます。そうなんですね。なのでちょっと時間を言ってるのかわからないので言わないんですけど、また時間が言えたらちょっと時間を言っていいのか確認してからもう一回言いたいと思います。一応5時から配信なので、まあどれくらいかなってどれくらいかなって思ってみんな見ててくださったら嬉しいです。そしてあ、そう、口が痛い。そしてアメブロを更新させていただきました。本日はちょっと高校のこととかビッグワンガールズのこととかをこうポンポンポンって書きたかったんですけど、ちょっと思った以上にブログが長くなってしまったので、ちょっとこれから先どうしようかというふうに考えておりますので、いいのかな、あれブログ、同じブログに書いてるのかちょっと分かんないんですけど。そしてそうなんですね。そして、何を言おうとしたんですかね、私は。あ、そう、4月16日に公演に出るみたいです。私もちょっとさっき知ったので、ウェーってなったんですけど、なのでもしかしたら本当は自分が出ないんじゃないかとかすごいいろいろ考えてるんですけど、多分出ます。多分でも私も何も知らなかったのでわかんない。本当は間違えたのかなとかいろいろ考えたんですけど、多分出ます。そう、まさかの最終ベルが鳴る公演の8人とか6人になってからは高柳さん初めてなんじゃないですかね。そんな最初で最後の8人の最終ベルが鳴る公演に高柳さんが出る時に私も出演させていただくということでびっくりしたんですけどドッキリかなって思ったんですけど、多分ドッキリじゃないと思う、信じてます。そう、さやちゃんと2人で出るのみたいななりました。しかも高柳さんがいるから間違えたのかと思って、本当に2人でえってなってたらそう、でも多分本当に出ます。嬉しいです。本当にエゴユーナさん、エコさんの生誕祭っていうことで、それもまたびっくりなんですけど嬉しいですね。そう、
エゴさんの生誕祭に出れるのもすごくすごく嬉しいです。あの私正直ちょっとまた高柳さんとは通常公演に一緒に出ることはないのかなって勝手に思っていたのでびっくりです。そうだからなんかもう出たことない先輩いますかって聞かれた時に古畑さんだけですねみたいな風に言ってたのはもう出ないと思ってたんですよ正直。もう一緒に出ること絶対できないんだろうなって勝手に思ってたのですごく驚いてるんですけど本当に本当に本当に嬉しいのでその嬉しさを爆発させて頑張りたいと思います。そして最終ベルカの録音に出るのもねなんやかんやねまた1ヶ月ぶりぐらいになっちゃうんですね。本当に私最近1ヶ月に1回ぐらいしか出れてなくてそれもすごく嬉しいですね。そうあと日高さんと出るのも何気に2回目なので嬉しい。日高さんとねあ今日日高さんお誕生日です、ありがとうございます。日高さんと公演に出るのもそうずっと出たくてでもなかなか出る機会がなくてなのですごく嬉しいです。そうあとは古畑さんと一緒に出れたら K2 の先輩全員と本当に正真正銘全員と出れたってことになるのでいつか古畑さんと出れることを夢見て頑張りたいと思います。そんな感じで嬉しいお知らせがいっぱいで嬉しい。そうアイドル好き MC をさせていただいた時以来ですね。嬉しくて切なくて心は格子柄だよ。ガムチェック。なんでギンガムチェック踊ってると思いますか？池田楓ちゃんがやってたからです。ブルーハワイブルー気持ちも。聴覚の聴覚のあなた太陽がアスファルトの地面をじりじり青春の宝石大好き。なんかねエイプリルフールだから嘘つこうって思ったんだけどね。思いついた嘘がなんか実は高校卒業できませんでしたしか出てこなくて、でも本当にそれはなんか人々に迷惑をかけてしまうからやめようと思って本当に本当に信じちゃってなんか大丈夫って心配されたりするのもちょっとなんか嫌だなと思ってなんか誰かに迷惑かける嘘はやめようって思ったんですよ。でもちょっとユーモアがある嘘が思い浮かばなかったのでちょっと静観しておりました。あ、ごめんなさい。差し出したさよならを手のひら差し出した差し出ちょっと待って歌詞が出てこない差し出した好きなパーツは耳じゃなくて鼻ですみたいな。あー確かに実は耳全然好きじゃないですとかやだねそれはちょっと
なんか今までの全部嘘みたいになっちゃうし、私が耳好きですって言った人全員なんかえってなっちゃうだからちょっと本当に迷ってやめました。実はトマト嫌いなんです。あーね、16日朝てあってたかし差し出したさよならを手のひらで包んでくれた。16日の公演メンバー嘘かもしれんエプリルフールでしたって言ったらどうしようえ、でも本当にエプリルフールだったらどうしよう。実はまだ本当にちゃんと来てないんですよ連絡がどうしよう、連絡来てないから本当に嘘かもしれない。え、待って、本当にどうし、え、これはどっちだ、え、どっちだ、え、やだもういや、チュリさんがもしかしたらあの仕掛け人かもしれないじゃないですか。え？え？どうしよう。やだ。怖い怖い。差し出した。さよならを手のひらで包んでくれた。優しさが優しさが脈を打て温かくなる風に舞う粉雪は愛しさのように溶け。そう、エゴさんも知らなかったらしいですね。だからもしかしたらだからもしかしたらえ、どうしよう、実は最終ベルじゃなくてラムネですって言われたら覚えなきゃ。バンバン、なってなあちゃん、なあちゃん、なあやんかな。そう、なあやんで、ね、川島の黒髪がいいっていつも言ってくれる。川島の黒髪になりたいって言ってるいつも2週間でラムネ覚えたらすごい。確かにコンサートの練習しながら、私がフィンランド踊れますよ。私フィンランドの湖には恋が叶うレジェンドがあるって聞いた。好きな人をそう振り向かせる女神様が眠ってるらしい。世界中の誰もが手に入れたくなる。氷に覆われた奇跡。そうだよみんな、うん、私やったことあるんですけどそう、実はやったことあるんですね。ダチョウもいいな。フィンランドは何色がいいですか。緑。何色が似合いますか。私
フィードデックめいちゃん恥ずかしい。ちょっと15分って言ったけど、なんかまだできる元気がある。クロス見てみたい。そうなの。海の向こうに。クロスカットヒートデック着てたら。風に吹くラム真っ白なスカート誰かを好きすぎるせいかしら名前呼んでも知らんぷりするのハートのダーツ外したみたいで子供扱いしないでほしい私これでもレディーなの本気なのにあなたがじれたいお行儀よすぎるわ私の狼さんはなぜか臆病であなたがじれたいやばい2番の歌詞とちょこちょこ出しちゃった。彼のことならどんなことだって私が一番知ってる。カラオケ配信ね、ちょっとねこの時間だからなんかやめといた。かわいいユニット縛り？なんだろう、かわいいユニットってどれがあるかな。ありえないバラみたいな。ブルーローズやりたいな。いつか。管理一つ口に入れて舌のその上で転がすのよ甘くてちょうど。歌詞全然覚えられない。バナナバナナ私ってこう見えても結構大人だよ気にせするタイプだけど意外にグラマーだしアダルトな化粧するし恋も19社くらいイエーイまだまだお子ちゃまだは身を張ってるようじゃベイビー家に帰りなさい隣のバナナは多すぎる好き大好き秘密がない友達は恋はいたずらな天地の河内間リクエストアワーは1位は直角サンシャインかな。えちょっと一瞬リア今の今思い浮かぶ河内間リクエストアワーしますね。何位から発表しますか。30位から発表しますね。じゃあ30位はミニスカートの妖精。29位はパジャマドライブ。28位はウホ。あそう私実はウホ好きなんですよ。
27位は、何が好きかな。アフターレイン。26位何まで言ったっけ。26位は、なんだろう、アボカドじゃねえしもいいな。じゃあアボカドじゃねえし、あ、嘘、何にしよう。じゃあ本気で決めたい。白いシャツ。25位。でん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 。25位は、レモンの年頃。26位。あ、24位。でん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 。走れペンギン。もうすぐ朝日ピタでしょ。23位。23位はドゥル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 。で、昨日よりもっと好き。22位。次分かんない。22位はドゥル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 。で、万華鏡。おお、21位。次分かんない。21位はでんでるでん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 。21位は手紙のこと。20位。ドゥル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 。でん、どうしよう。20位は、雨のピアニスト。あ、ちょっと早かったな。まあいいや。19位。ドゥル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 。ドゥル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 。でん、あ、これ今回ちょっとソロ曲はなしで、あの公演以外はちょっと公演以外のソロ曲はなしで行かせていただきます。20位は、あ、19位は、制服を着た名探偵。これはめっちゃ好き、本当に。あ、全部好き。18位。ドゥル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 。でん、あれ、パジャマドライブって言ったっけ。あれ言ったっけ。ちょっと待って、パジャマドライブ言いました。パジャマドライブ。18位。19位。29位でいった。18位だっけ。19位だっけ。19位はじゃあ、ありがとう。18位。ドゥル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 ドゥン。泣きながら微笑んで。17位。ドゥル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 。でん、難しいな。天使のしっぽ。16位。ドゥル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 。でん、桜の花びらたち。15位。ドゥル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 ドゥン。花の香りのシンフォニー。いた。14位。ドゥル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 ド
14位、ドゥル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 ドゥン、どっちにしよう、オンディートデイ13位、ドゥル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 、ここからちょっと考えていかないと、ドゥル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 ドゥン、アイドルの夜明け、あ、どうしよう、アイドルの、私はブルーベリーパイ12位、ドゥル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 ン、でん、ほほえみポップコーン11位、ドゥル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 、でん、ロマンスかくれんぼ9位、9位、ドゥル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 ドゥン、星の向こう側8位、ドゥル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 ドゥン、ちょっと待ってください、一回整理させてください、君は僕の風7位、ドゥル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 ドゥン、そばかすのキス6位、ドゥル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 ドゥン、カレハのステーション、ちょっと順番をいろいろちょっとね、あの今何言ったかも覚えてない。5位、今何見ました、私、あれ、まあ、前のめり言いました、私言ってない。5位、ドゥル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 、でん、ほほえみのプリティブシンキング4位、ドゥル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 、ちょっと待って、ちょっとミスっちゃった、ちょっと順番ミスっちゃった。3位、ドゥル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 、ドゥン、不器用太陽2位、ドゥル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 、ドゥン、前のめり1位、ドゥル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 3位がじゃあ同率で、前のめりと、じゃない、
不器用太陽と初日でお願いします。あと5位に心の端のソファーは同率でお願いしますちょっと頭の中でもあれ言ったっけ言ってないっけってなっちゃった。はい、ちょっといつかちゃんと考えてちゃんと発表させていただきますね。ちょっと初日はちょっと県外にはできなかったです。あとね、純情ソーダ水も言おうと思った。ソーダ水ということで、あ、桜の花びらたちありがとうございます。ということで、ちょっとちゃんとまた今度考えますね。だけど今日はショールも見てくださってありがとうございました。もう24時まで配信できるようになりました。見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。アメブロ読んでください。コメントください。おやすみなさい。バイバーイ。